天皇賞 G1 のファンファーレです。雨の中にファンファーレが、そして大歓声が溶け込んでいきます。第123回天皇賞です。大橋さん、ゲートインスムーズそうですね。はい、6番のセオンスカイ、まず一番初めに入りました。はい、あと残すところ2頭になりました。エアシャカール成田とプロロ、はい、TM 成田、本当にいいですね。かなり展開が、大坪さん、鷹匠ノーブルが引っ張るのか、セウンスカイがどうするかですがね。セウンが無事にスタートするやつと鷹匠ちょっと厳しいかな。はい、さあゲートインが終わりました。第123回伝統の天皇賞、今スタートしました。春雨を切り裂くようにしての先行争いは、セイウンスカイが行った、タナジョーノーブルか、セイウンスカイがスーッと出ていった、タナジョーノーブル、これを追って2番手、それから2番の 3MX 予定通り3番手、その後ろ、メジロランバート、そして白い帽子。TM オペラ王は現在5番手であります。その後ろ、イブキガバメント名称怒涛、その外へ12番の成田トップロードは TM オペラ王の2馬身斜め後方であります。それからアドマイヤボスがいて、追い込みのマックロー、間から10番のエアシャカール、早くも縦に長い展開、4番のエリモブライアンが続いています。こんな展開で1周目の第3コーナーの坂を下っています。1周目の3コーナーの坂を下ります。先頭集団は予想通り、しかし先頭は9番のタナジョーノーブルに変わるか、セーンスカイか、セーンスカイとタナジョーノーブル、この2頭の先行争いに 3MX3 番手、それからメジロランバート、バラバラの展開になりました。スタートして今ちょうど 1000m を通過、58秒後、前を行く2頭はかなり速いペースで飛ばしています。セーンスカイです、タナジョーノーブルです。 TM オペラ王の外へ、成田トップロード動いた、成田トップロード、 TM オペラ王の前へ出ていきました。大歓声、10万人を超える大歓声であります。さあ1コーナーで TM オペラ王は成田トップロードの内の方へ入りました。あるいは渡辺邦彦は和田龍二、オペラ王を内に封じ込める作戦なのか。その外へイブギガバメントであります、それから名称怒涛、エアシャカールが続いている、アドマイヤボスがいます。1コーナーから2コーナーへ淡々としたペースを作っている先行2頭でありますが、ここで先頭を入れ替わりました。ここで先頭にタガジョーノーブル変わりますか、セーンスカイ、この2頭ぴったりと馬体が合っている。3番手に 3MX であります、10馬身差がついたメジロランバート、そしてその後ろ、成田トップロードであります。その外へイブキガバメントがいて、 TM オペラ王は成田トップロードにぴったりと背後につけている。その後ろ、内々を通って名称怒涛です。その外へオレンジの帽子鮮やかに、エアシャカールが続いている。それから11番のアドマイヤボス、内から安藤勝美のマックロー、4番のエリモブライアン、依然としてしんがり、これから第3コーナーの坂に向かいます。さあゴールまであと 1000m であります。先頭は依然としてタガジョーノーブルとセーンスカイ、2頭の足毛馬、そしてこの2頭を吸収するように成田トップロードがいった。成田トップロード、イブキガバメント、そして TM オペラ王、あとゴールまで 800m で渡辺邦彦動いた。早々と先頭に並びかけようというところであります。先頭はまだタガジョーノーブル、メジロランバート、タガジョーノーブル、メジロランバート、 3NX、 そして成田トップロード、先頭に並びかけてくる和田龍二、押している。 TM オペラ王はちょっと追っつけている。その後ろからイブキガバメント、エアシャカール、内をついた名称怒涛、直線コースを抜いた。先頭はメジロランバート、しかし外から成田トップロード、懸命に右口が入った渡辺邦彦、これを追って TM オペラ王、TM オペラ王、王座は譲れない。 TM オペラ王来た、あと 150m、 オペラ王か成田か、オペラ王か成田トップロードか、 TM オペラ王、外から名称怒涛、 TM オペラ王か成田トップロード、名称怒涛、 TM オペラ王です。世紀は21世紀に変わっても、やはり王座は譲れませんでした。 TM オペラ王です。勝ち時計3分16秒にライバルたちを競り落としました。そしてまたまた銀メダルは名称怒涛、成田トップロード及びませんでした渡辺邦彦。